あんな感じです。もう桜も始まあ咲き始めましてですね、非常にまあ気分がいいんですけれどもね、このところ大手証券のですね店頭を私見ておりますと、結構ご年配のですね、年齢にして70前後の方々が店頭にお見えになっていると。やはり15年ぶりにですね、日経平均株価が高値を戻したということで、15年ぶりにやれやれと、まあ、15年前に60代の方もですね、もう70代に当然入っているので、今店頭に来て、まあ投資相談を受けている個人のお客さん見てますとね、ああ15年前に高値を買った人なのかなと、まあ、このように思いますけれども、足元連日株主総会が行われておりますし、年度末期末接近ということで、まあ一昨日まで証券会社のディーラーが一稼ぎということでですね、日経平均株価、まあ、上昇の後今度は利益確定と、もう期末接近でございますから、証券会社のディーラーも動かなく、まあ、なりますし、まあ、個人投資家もですね、株主総会に参加しなくちゃならんということで、市場の商いもですね、テクニカル的な過熱感に加えまして、日本独自の固有の理由と、まあ、こんなところでですね、上値が、まあ、重くなっていると、まあ、本日につきましては昨日までの2日間で日経平均株が約280円上げましたので、3分の1押しで90円ほど安くなって、まあ、引けていって、まあ、極めて、まあ、自然と。さて、期末年度末接近ということもございまして、最後の、まあ、配当取りということも考えられるわけでございますが、私はですね、配当落ち、まあ、そこまで待った方が、まあ、いいのではないかと。引き続き高収益銘柄、まあ、こんなところですね、東証一部が上げましたので、新興市場、マザーズ、ジャスダック等の高決算期待、こちらに注目しています。